こんばんは、こんにちは、木島あすかです。どうもどうも。はい、というわけでここがどこかと言いますとですね、じゃじゃん、私のゲーミングルームです。イエーイ、今日はでーすこんにちは、こんにちははい、ということでですね、去年かな、私のこうゲーム部屋を紹介するよっていう動画を出したんですけども、それが100万回再生を超えまして、そんなにも注目していただけるのかと結構びっくりしたんですけど、なのであれからかなりですね変わったんですよ、私のゲーミングルームが、ということで今日は私のゲーミングルームを紹介していこうかなと思います。まずですね、こっちが扉なんですけども、入って大きな鏡があります。全身鏡、めっちゃ良くない？この鏡。ちなみに今日はボルトルームさんのパスファインダーパーカーを着ております。超可愛い、ありがとうございます。本当に可愛い。で、なんで鏡があるのかっていうと、コート類がね、ここのクローゼットに入ってるんですよ。だから、冬とかコート着て出かけるじゃないですか。で、普通の服は別の部屋のクローゼットにあるんですけど、で、ここで全身をこうチェックするよっていうことで全身鏡があります。普通にね、画鋲でくっつけてるんですよね、これ実は。この壁掛け鏡にめちゃくちゃおすすめです。そしてですね、ででん、行動の加湿器。ゲーミングルームにいる時間がね、とにかく私長いんですよ。冬とかね、こう暖房つけたりとかもするので、加湿器を、置いてあります。でもちょっと、このゲーミングルームに合うなと思って、こういうね、キラキラしたのね、私は好きなんで。はい、行動さんの加湿器をね、使っております。何してんのとはそしてですね、こちらがゲームするスペースなんですが、まず何か紹介しようかな。椅子、この椅子はですね、かっこいいでしょ。これはね、前はゲーミングチェアをね使ってて、ゲーミングチェアも良かったんですが、ハーマンミラーの椅子にしました。これを使ってるプロゲーマーの方がいて、その動画を見てすごいいいなと思って、私もハーマンミラーにしました。これは本当に調節がね、すごい簡単にね、たくさんできるんですよ。こう持たれた時に硬さみたいなのを選べたりとか、こっちはね、高さもちろんできるし、この高さも変えられる。それがね、気に入っています。見た目もかっこいいし、機能性もねすごく良い。そしてパソコンですよ。でね、王明先生です。ああ、かわいいね。ね、この見た目がやっぱね、めちゃくちゃかっこいいから、下とかにね、本体を置いたりすることもあると思うんですけど、もう上に置いて見せてます、本体を。大宮先生かっこいい、ありがとうございます。いつもさあ、そしてこちらですね、これは電気ですね。ちなみにですね、皆さん、私ちゃんとゲームするとき明るい部屋でしてます。今ちょっとね、雰囲気を出すために暗くしてるんですけど、こうやってね、こうやってちゃんと明るいところでね、普段はしてますんで、白い電気かオレンジの電気かっていうのも変えられて、このね、レベルも変えられて、ゲームするときは大体白っぽい電気で、明るすぎない明るさにしてます。手元にね、あると便利なので、ここに置いてます。はい、でこれがモニターですね。ここで基本的にゲームを、この画面でゲームをして、こっちでコメント読んだりとか、ディスコード開いたりとか、あと、YouTube を開いたりとかしてますね。一時期3枚置いてたんですけど、ちょっと本体をね、右に置きたかったから、モニターは2枚にしました。で、これが、リングライトですね。配信とかするときに、顔を明るくするためのライトです。これは、カメラですね。はい、これ配信用のカメラでございます。これは、ナノリーフっていうライトですね。これ携帯でね、色が変えられたりするんですよ。ちょっと持ってきます。こんな感じで、今は私もミクちゃんカラーが好きで、ミクちゃんカラーにしてるんですけど、こういうね、色だったりとか、これとかも自分でね、カスタマイズできるんですよ。これとかはちょっとおしゃれ、ちょっとこれはこれで全然ね、変わるんですよ、雰囲気が。このライトの色を変えるだけ、これ有名ですよね。こういうので、ちょっと色を変えて、雰囲気をね、変えて楽しんでおりますと。はい、デバイスはいろいろ使ってますね。はい。でも、基本的に白で揃えてます。なんで白かっていうと、こういうテープライトとか、こういったライトとかも、白だとね、反射してとっても綺麗なんですよね。これ、オフィスデスクなんですけど、これを買って、光を主役にできるような、はい、そんな空間を作
作りました。で、まあこれはマイクですね。これはハイパー X。 こうやってミュートを解除してつけて解除してって聞くんで、まあこう分かりやすいんですよね。あのたまにミュートし忘れたりとかしちゃうからさ、私。で、まあこのね、どうした？どう？入ってきんな。はいはいはい、入ってきました。はいはい、にゃんにゃん言うてな。はい。で、まあ、ここのね、色もカスタマイズできるんですよね。いいですよね、パソコンのようなデバイスって、まあ、こういうカスタマイズができたりとかするから、ほんと部屋作りが楽しい。で、まあ、ここに携帯置いたりとかね、してる。で、めんどくさがりだからさ、買ったものも、結局あんま携帯置いてなかったりするんですよね。あるあるだ。こっちにフックをつけて、ここに、ヘッドホンをかけてます。はい。こんな感じでね。ほんでほんで、まあ、これとかも普通にこうネットで買いました。これ遠くから見るとさ、浮いてるように見える。なんかちょっと可愛いですよね。で、まあ、これはネームライトですね。私がゲームの名前を眠いっていうね、名前でいつもやってて、で、まあ、スリープレートっていう、こうネオンサインがね、すごい可愛いなと思って、まあ、ここで配信をするので、ここからこう映るんですよね、スリープレートが。なので、まあ、なんか個人的に可愛いなと思って、はい、買いました。ニートワシ。で、まあまあまあ、まあ、ここに時計があって、これもね、配信に映るので、どうしたの？はい、配信に映るので、ね、わかりやすいかなと思って、買いました。ほんで、まあ、この棚なんですけど、これも配信にね、映るんですけど、まあ、飾り棚みたいな感じで、今ね、中何も入ってないんですけど、パスファインダー君とレイスさんしかいないんですけども、まあ、ピースキーパー、これはエーペックスの大会でクイズ王になった景品かなんかでいただきました。はい、あとここなんですけど、わかるかな？実はちょっと、手作り感満載なんですが、本当はね、オレンジっぽいライトだったんですよ。ちょっと、なんかあんまり合わなかったので、照明さんとかが使ってるような、カラーシートみたいなのね、ホッチキスとかで加工して、貼り付けて、ちょっとこう、青くなるようにね、してます。こんな感じで、まあ、ちょっとした工夫なんですが、はい、あと、めちゃくちゃ手作り感すごいんですが、この飾り棚ね、ライトついてるんですよね。ちょっとね、シーサーがくねってなってるね、トアがね、これはね、ちょっと食べ過ぎちゃって、これね、ここ、こうやって開くんですけど、こう開けて作業とかしてるときに、もう絶対持っていかれるんですよ。で、まあ、頭がくねってなっております。ティッシュが入っていた。ここはもうティッシュが入っていたりとか、これウェットティッシュ、ティッシュ、で、まあ、ハンドクリーム、リップ、なんかちょっと、あんま関係ない、こう、文房具とかも入っていたり、あと、このなんか何、何これ、ワシャワシャのやつ、これ、これで、すぐ掃除できるように、ここに置いてあって。で、これはまあ、プレステの、背面パッドですね。ちょっとなんか、いつ買えなくなるかわかんないから買いだめしてるんですよね。いつ壊れてもね、ゲームがすぐにできるように。あとまあ、コントローラーもね、純正のコントローラー。買いだめしてます。はい。1段目はこんな感じで、2段目は、どっかの線とか、マイクのカバーとか、なんかの部品なんだろうなっていうのが、捨てられないのがここに置いてあります。これはゲームキャプチャーのやつですね。はい、これまだ使えてないんですけど、あとまあここにもっとなんか細かい部品とかが入ってあって、で一番下がでらーんすごいでしょ。ソフトですね。プレステとか、あとまあスイッチとか CDS。 これはまあお仕事とかでね、いただいたりとかもして、なかなかこう、全部はね、できてないんですけど、こんな感じでいただいたものとかを、ここに入れてあります。まあ自分で買ったものももちろんね、あるんですけど。なんかもう見るだけで、なんかウキウキワクワクしちゃうよね。はい。こんな感じでいっぱいね、ガーッと入ってます。そして、こっちが、まあ、これは、見せ物ですね。なんかこう入った時にさ、ここがすごい寂しいなと思っちゃって、だからここに、まあ、こんな感じフックをね、つけて、まあ、これとかもオーメンのヘッドホンなんですけど、あとまあこういう、もう前に使ってたコントローラーとかもね、こうやって飾ってます。はい。かわいいよね。なんかこうインテリアにもなるっていうか、素晴らしい。はい、こんな感じです。あとまあコード類とかは、ちょっと汚いね。これはまだまだ改善
無用地ありなんですけども、まあ、一応コードボックスを使ってますね。あとこっちもねコードボックス使ってます。あとはまあここはもうちょっと、ちゃんとねピタッとくっつけるやつとかしたいなと思ってるんですけど、まだできてないです。はい、さあこんな感じかな。はいはい、というわけで、2回目のゲーミングルーム紹介でした。皆さんいかがだったでしょうか。引っ越しもしてだいぶ様変わりしたんですけども、まあかなりね趣味全開で、まあザ・ゲーミングルームっていう感じなんですけど、ちょっとこう女の子らしいところも結構あるんじゃないかなと思って、結構白を基調にした、はい、部屋になっています。よかったら感想とかも教えてほしいです。まあ結構ねツイッターとかで写真とかはね上げてて、ゲーミングルーム紹介 YouTube で撮ってほしいとか、まあ私自身もゲーミングルーム紹介したかったので、今回ね動画を出せてとても良かったなと思ってます。というわけでかなり自慢のゲーミングルーム締め部屋となっております。はい、こんな感じで、まあどうでしょうかこの動画が良かったなと思ったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ゲーム配信なども行っているので、ぜひぜひ遊びに来てください。それではバイバーイ。